あ、これも流れてますツイキャス。あ、OK です。足裏からご機嫌、体も心もハッピー、カレンのラジオ。この番組は一般社団法人 ALA 日本セルフチューニング協会美脚学校認定コーチカレンがお届けする体も心もハッピーになる情報番組です。始まりました。2回目というところで、足裏からご機嫌に皆さんに元気と、希望をお届けできたらなというふうに思っております。毎週金曜日15時から15時半の30分間生放送でお届けいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com です。ツイキャスや YouTube でも配信をしているので、コメントもお待ちしております。よろしくお願いしますというところで、まなちゃんが今回初めてというところでよろしくお願いします。はい、お届けしたいと思います。ちょっと先ほどね、まなちゃんには一瞬触りだけお伝えしたんですけれども、私の義理のお父さんが、はいはいはい、死にそうでして、なんかめっちゃ笑顔本当にね、もう本当に死んじゃうって思ったんですけど、奇跡の生還をしたんです。ちょっとその話したいなと思って、はいはいはい、気になりますね言い方よって。そうなんか義理のお父さんが、今64歳なんですけど、お若いですね。若いそうですかね、はいはい、そうそうそう。でね、ちょっと前に膀胱がんになって、はい、で手術をして成功して、とりあえず入院していろいろしてお家に戻ってきたんですよね、はい、でお家に戻ってきたんですけれども、なんか痛みがあったらしく、2週間寝たっきりで、なんか本当は手術ごと歩いたりとかなんかした方がいいけど、それができずになんか2週間いたらしいんです、うん、でたまたま検診で病院に行った時に、なんか着替えてる最中に、はい、頭からボンって倒れちゃったらしく、うん、で、そこで、そこで心臓が止まったのかな、心臓が止まって、うんうんうん、でその検査した病院じゃ、その なんか手術ができないっていうところで、なんかもう一個大きい病院に、そう、救急車で運ばれたって、はい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 、でその中でも3回心臓が止まって、でその度に人工呼吸して、で生き返ってみたいな、一応ね、こう、はいはいはい、でなんか看護師の友達に聞いたら、その人工呼吸をして生き返る確率の方が低いよみたいな。そうですか。そうらしく、で3回その心臓が止まって3回生還したって、今まで20年くらい働いたけど聞いたことないとかって言われて、そう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 、それだけでもすごみたいな感じだったんですけど、確かに確かに。そうで、あ、ヤンポーさん、俺の姉さんは65歳。そうなんですか。同い年。そう、脳梗塞、多骨心筋症っていうので、はいはい、そう、倒れちゃった。そうそう、酸素がそう、そうそう、運動しないとやっぱりこう巡らないじゃないですか。なるほど、うん。で、そこからね、その手術を、その多骨壺心筋症っていう病気なので、なんか心臓をなんかこう広げる、血管広げる手術みたいなのをして、はいはい、で、人工心臓ですね、だから。そう、だから自分のあれじゃ動けないよみたいになって、はいはい、でこのまま2週間人工心臓を入れたら足が壊死しちゃうので、うん、そう、なのでもし自分の心臓が生き返らなかったら2週間後そのどうするか、その人工心臓止めたらもうなくなっちゃうっていうので、そうですね、そう、あ、聞かないですよね。私も多骨壺心筋症初めて聞いたんですけど、はい、そうで、まあ、その時は、考えてくださいみたいな、一応覚悟してくださいって言われて、はいはい、で、その
もし例えば心臓が、ね、自分の心臓が生き返って人工心臓を抜いたとしても、うん、3回心臓が止まって、はい、脳に血液が止まってるから、あの何植物人間みたいな感じになっちゃう可能性もあるから、そこは覚悟してくださいって言われて、はい、で、まあ、主人が沖縄から埼玉なんですけど、はい、埼玉にこうやってあの飛行機でね、はい、もう死にそうってなったのでとりあえず行きまし て、うん、で私はね子供と猫がいるので、はいはい、ちょっと様子見るねって感じでお家で待ってたんですけど、主人が行ったその行ってる最中に病院から電話かかってきて、はい、心臓が戻りました、そうで、なんかこう今ねこう息子が向かってるよって言ったら涙を流したりとか、あ、意識もあったんですね。そう、意識があって、焼肉行くよって言ったらうなずいたりとかしてるらしたって言って、すごいねって言いながら、で主人が病院に着いた日に目を開けて、おそうで、もうあのここはどこだと、はいはいはい、そう、喋ったってことですか。そうなんかほらもう目が開いた、その心臓が戻っても意識が戻らない可能性があるよって言われたにもかかわらず、目を開けてその倒れる前までの記憶があると、検査してたよねみたいな、そうそうすごっってなって、でそこからあの3日後、 ICU ってあるじゃない、 はい、あそこに入って3日目で牛丼をくれと、うわすごっってなって、でこれも看護師のお友達に言ったら、はい、いや聞いたことないそんな話とかって言って、すごいなすごいなって、これちょっとアンビリーバボに遅れるんじゃないみたいな感じで、そんな会話とかをしながら、で私はこのね経験から、まあ、やっぱりその、ね、健康を維持するとか、はい、なんかこう自分のことをいたわるとかっていうこともすっごい大事だし、やっぱりなんかこう体を動かす、はい、2週間きっと寝たきりじゃなかったら心臓には血管は血液が詰まってないと思うんです。確かに、ね、倒れてないだろうなと思って、そうなのでやっぱり運動するってめちゃくちゃ大事だなっていうところをすんごい思ったんですよ。すごいですね。 それはもう本当命に関わるね。そうなんですよ。あ、タミさん、はい、さーいチューバーお父やさ、どういう意味ですか。あ、チューバーっていうのが強い、強いお父さんだね。強いお父さん本当ですよね。しかもその強さっていうのが、はい、焼肉が食べたいって一番そうですね、牛丼のお肉がね。だからやっぱ食べたいとか何々したいっていう、そのやっぱ生きるなんか希望みたいなの、はい、やっぱ大事だなと思いながら、皆さん動いてますか、運動とか、ね、まあ、なんか歩いた方がいいよとかもね、うんうん、言われるし、なんか1日1万歩とかって ね、こう日本も言ってるけれども、ね、まあ、そこまで歩く必要もないと思いますし、うん、私がねあのこの足から整え、足の裏から骨を整えていきましょうっていう風に、私は SNS、オンラインで骨から自分で自分の骨格を整えて自分で美脚、健康一生歩ける足っていうのを作っていける、その力をそれぞれがつけていけたら、みんなで幸せに健康にハッピーに生きれるよねっていうところなんですけど、その中でやっぱり運動ってもう必要不可欠だと私は思ってるんですよね。なんか若くても年齢を重ねていても、やっぱり若いうちって痩せたいとか、なんか綺麗でいたいっていう風に思うと思うんですけど、なんか年齢重ねていけばやっぱ一生歩ける足、自分の足で歩いていくっていうところを自分で作れるように、こう日常の運動だったり意識だったりができるように、これを聞いてくださってる皆さんみんなでなれたら幸せじゃないですか。ですね、確かに私も今言われてハッとしました、うん、本当ですか。なんか今なんか歩いてるのが普通だから、うん、なんかそれこそね、先ほどあって痩せたいとか、うんうん、そういう目的でなんかジム通ったりはしてるんですけど、うん、あ、そうなんですよ。よく考えたら、うん、確かに そうなんですよ。でなんかその若いうちの痩せたいって、うん、食事減らせばいいとか、はいはい、なんかこう筋トレしまくってエネルギー消費すればいいみたいな、私も思ってたんですけど、うん、でも骨の今日授業参加行ったんですけどね、理科室に骸骨がありまして、はい、その骸骨のように骨を並べていく、
っていうこの意識がやっぱり例えば大脚になってたりだとか、うん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 、肩が巻いて猫背巻き肩になってたりだとか、うん、その状態で一生懸命歩いたりとか食事制限をしても、うん、一時的には痩せると思うんですけど体のその機能的には良い状態ではないっていうところがすごくあるので、はいはい、若い方にもこの足の裏から骨の配列を整えていく、うん、そうすると使いたい筋肉っていうところを使えるような体に私たちはみんななれるんですよね。そうなのでそうなのでね今日も足の裏から皆さんで整えていくっていうところをねちょっとなんか1ミリでも意識してもらえたらなみたいなちょっと思うんですよね。確かにヤンポーさん俺は骨が歪んでいるはずすごいヨガをやっているんですね。あヨガか何かやっていますかと聞かれたことがある。でもすごい見た目が素敵っていうことですよ ね素晴らしい。痩せ型って書いてあるので、ね、本当ですね。高坊さん骨密度下げて痩せ方、そうなんですよ。骨密度下げたりだとかねその内体の内側の栄養を減らしてやるっていうことはやっぱり違うなって思いますし、そのなんか若いうちの痩せたいっていう痩せると私が伝えたい骨格から骨の配列を整えて使いたい筋肉を必要な筋肉を使っていくっていうところで体のねこのいい感じに整えていくっていうのは、うん、もちろん骨格を整えるので痩せるだし、うん、それを続けていけばその先に一生歩ける健康な足っていうところがつながっているダイエットっていうところを、うん、なんか若い方にも届けたいなっていうふうに思っております。そうなんですよ。皆様運動はされてますかね。まなちゃんはジムに行ってるんですね。行ってるんですけど、でもなんか、うん、やっぱり運動不足だなって、うん、職場に行くのも車、うん、職場もこうやって座ってることが多い、うんうんうん、私いつ歩いてるっけみたいな確かに本当そうですよね。でもね沖縄車社会ですしね。そうかそうか。どんな運動するんですか。でも基本はなんかまず歩くのはやったりするんですけど、うん、いいですね。でもこの、うん、さっきの骨って言ったら、うん、走ったら完璧、うん、私なんか股関節が痛くなる。そうなんだ。そう、そういう経験があって、うん、ちょっと走るの怖いなって思いながら、うん、なので今ちょっとウォーキングとかにしてるんですけど。なるほど。あとはなんだろう、うん、まあ、こうやって筋肉をつけるために、うん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 、なんかマシンとか使ってやったりするんですけど、うん、まあ、やれる時とやれない時もあります、うんうん、確かに。あ、そっかそっか、うん、股関節がそうなんですよ。なんか私もそうなんですけど、ただ生きてるだけで歩くとか立つとかなんか合ってんのみたいな。わかります。これで、うんうん、なんか一生歩ける足でいられるみたいなところ、はい、私すごい疑問で、うんうんうん、20代前半から足の裏が痛くて。足の裏が。そう、足朝起きて一歩目ついたら、うん、ジュワーって痛かったんですよ。足底筋膜炎っていう足の裏の筋肉が弱くなるっていうところだったりとか、あと歩いたら私は外ももとかが、はい、外のふくらはぎとかが痛くなってたので、うん、なんか細い人とか体の使い方がいい人って内ももが痛いとかお尻が痛いって言われるんですよね、筋肉使う場所。へ、なので、あ、私の歩き方も絶対違うっていうところから、え、普通のダイエットただ痩せるだけじゃダメなんだっていうところに行き着いて、骨っていうところなんですけど、股関節が痛いっていうことは股関節が内側に向いてるっていうことなんですよね。なるほど。そう、股関節が本当はもっともっと外向き、はい、外巻きにグリグリグリってなっているのが骨的にはいいなっていう風に思うんですよね。そうなので、そうだな、ちょっとここでねなんか動きができたらいいんですけどね、うんうんうん、耳でお届けになってくるので、まあどっちかといえば、まあ、開脚みたいな、開脚を例えばする場合も、はい、膝とつま先を、うん、上に向けた状態。あ、なるほど。寝ちゃってたらダメなんですね。そうなんです。膝とつま先が内に向いちゃうと、はい、そう、股関節が内に巻いちゃう。それとは逆の方向。なるほど。私よくストレッチやるときに意識してないかも、うん、それ。あ、本当ですか、はい、そう、なのでこれを聞いてくださっている皆さんも、はい、股関節痛いなって思う方、うん、あとは外のももとか歩いたらふくらはぎ痛いなって思う方は、股関節がぐるぐりぐりって内に向いてます。そう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 。なのでちょっと股関節を外巻きにするっていう、うん、ちょっとその意識で、うんうん、立つ時も歩く時もやってみてください。あ、なるほど全然意識するだけ変わりそうですね。そう、変わるんですよ、うん、本当に意識の問題ですごい変わってくるんですよね。そうなんです。最長2時間で4万歩のウォーキングしたことある。ペースが速いので人より歩数が多い
ヤンポさんすごいです ね、4万歩すごい、4万歩すごいですね。どこが痛くなりますか、歩いたら。確かに、うん、なんか私はその歩くっていうことももちろん素敵だと思うんですけど、歩き方っていうところもすごく気になるんですよね、うんうんうん、お膝が内に向いたりとか、その股関節が内に向いた状態で歩いたら、いやどんどん骨違う方に行っちゃってるよって思っちゃうので、じゃあそうスーパーとかそういうショッピングモール行ったら大変じゃないですか、うん、みんな歩いてるから気になりません、めっちゃ見ちゃう、ちょっと待って教えたいみたいな。だからとっても綺麗な人でも、うん、やっぱり変な歩き方してると目についちゃう、うん、なんかもったいなって思っちゃう、思います。すごい意識高。でも本当に、ね、歩き方って意外と気になる人は気になるなって、うんうん、そうですよね。そうで、なんか私のおばあちゃんとか、まあ、母世代60代70代80代も膝にボルト入れたとか、うん、なんか股関節になんか入れたとか、うん、なんかそういう話を聞くたびに、はい、あ、なんか股関節が内に巻いてるって知ってるのかなみたいな。お、なるほど。股関節をみんな外巻きにしたらお尻の筋肉が使えるっていう、うん、あの構造にみんな持ってるので、そうなので、なんかそういう運動をねみんなに伝えたいななんてね、ボルト入れたとか聞いたら思っちゃうんですけど。あ、もうそうですよね。そうなので、このねこれを聞いてくださってる皆さんはちょっと、ね、股関節痛いなとか、なんか外ももふくらはぎ痛いなと思ったら、ボルトっていきなり病院ボルトっていう、その選択以外にも、ね、あ、股関節とか骨のその配列、もしかしたらそこを改善したら整うのかもっていう意識もちょっとな、片隅に入れておくと選択肢が増えるのかななんてちょっと思ったりしてます。いいですね。痛くならないけど歩くだけなのに、あ、 すごいですね、ヤンポーさん体の使い方きっと上手なんだと思います、うん、いい時間もありたら ね、疲労困憊ですけど、疲労困憊ですよね、痛いですよね。高坊さん歩き方悪いと痛めますよね。そうそうそう、そう、靴とかも意外と私変わるかも、うん、靴めっちゃ大事、お、そうめっちゃ大事、この話しましょうかな。では一旦 CM です。すごい、あっという間、すごい、ヤンポーさん、ヤンポー、なんかあれ、ベニーモタルトはヤンポーですけど、ランポー、あ、ランポー、ランポーか、ランポー。なんかヤンバルに住まわれてる。あ、そうなんですね。ってことはマナさんインソール使ってませんって。あ、インソールはスニーカーには入れてるんですけど、うん、うん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 、なんかインソールは使ってます。でもサンダルとかになると確かに全然、本当そうですよね、サンダル難しい、うん、難しいんですよね、サンダル難しいですよね、サンダルめっちゃ難しい。じゃあちょっと靴の話して、その後肩こりの話しようかな。はい、足裏からご機嫌、体も心もハッピー、カレンのラジオ、はい、というところで引き続きお届けいたします。そう、先ほどねマナちゃんと靴の話になったんですけど、そう、美脚とかね、一生歩ける足、うん、健康な体っていうところにおいては靴の状態もとっても大事でございます。そうで、女性の、私はね女性に向けてちょっとお届けをね、うん、しているんですけど、 SNS とかでは、はい、でもね男性の方もね一緒、骨の構造は一緒なのであれなんですけど、そう、やっぱ、まあ、女性も男性もかな、7割8割は足の裏の筋肉がやっぱり退化しているっていう風に言われてるんですよね、はい、そうなので、靴の状態が悪ければ悪いほど足の裏にある筋肉たちもどん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 お休みをして動けない状態になって、うん、でやっぱり骨の配列が足の裏から崩れていっちゃうよっていうところがあるので、このやっぱ美脚とか一生歩ける足っていう上においてはもうね必要不可欠ですね、足の裏、靴の状態っていうところもめちゃくちゃ大事で、そう、サンダ、高坊さんもサンダルは難しいよねっていうところなんですけど、そう、靴の状態でいくと足と靴が一体化するっていうところがすごい大事で、なので、はい、そう、スニーカーを履いていたとしても、はい、靴紐を結んでないとか、
もう逆に紐がないスリッポンみたいな感じだと、はい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 、どっちかというとなんかこう足首がパコッパコッって歩くたびに浮いちゃう。これだとやっぱり靴と足が一体化してないので足の裏の筋肉は発動しないよっていうところになってくるんですよ。そうなので、今スニーカーを履いて靴ひもがある方はちょっとめんどくさいね、ちょっと大変なんですけど毎回ひもを結ぶ、はい、なるほど、しっかり結ぶだけでも、はいはい、本当に体への負担って変わってくるので、そうそうそう、なのでちょっとぜひ靴ひもは結んでいただきたいなというふうに思います。で今スリッポンみたいな靴を履いている方も次買うときはぜひ靴ひものあるスニーカーが本当にいいです。そうなのでぜひちょっとそこもね意識してもらいたいなっていうところがありますし、で草履とかねサンダルっていう風になるとまあなんか一体化って難しいじゃないですか、紐結べないじゃないですか、うん、パカパカなっちゃうので、うん、やっぱりどうしても足の裏には負担かかっちゃうんですけど、はい、でも一番いいなと思うのは島草履。島草履ってあれ親指で最後グッて蹴り上げるので、はい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 、足の裏の筋肉を使うっていう意味においてはなんかこうスリッパ親指でこう鼻緒がないやつよりも、うんうんうん、あるものの方が足の裏の筋肉を使えるなっていうふうに私は思うので、そう足の、ね、サンダルの場合は、まあ、女性だとこの足首にバックルがあるやつ、あなるほど、うん、でも、うん、いいし、あわらじもいいと思います。ふる、まあ、そうですね一緒ですよねそうそう、で歩くときはやっぱりしっかり鼻緒の部分をこの親指の部分をギュッて最後に踏み込む、江戸時代ですねっていうのもちょっと大事なので、ぜひ その意識でね靴っていうところも、だっていつも私たちの体を支えてくれてるのって本当に足の裏だし靴だしっていうところなので、ちょっと皆さんそう鼻緒大事です。ぜひちょっと意識してみてください。そうこれも超やってほしい。で今日、CM 明けから今回からちょっと体のプチ講座っていうところもお届けしたいなっていうふうに思っていて、私は毎月第2第4水曜日の午後3時から3時半でこの姉妹ラジオの、FM 小座の方でママ夢ラジオっていうのをやっているんですけれども、おとといですかね、はい、FM 小座の方で、ママ夢ラジオ行ったんですけど、天眼さんと、はい、みのちゃん、はいはい、FM 小座のね、スタッフさんとちょっとお話をしていて、やっぱりデスクワークだったり、うん、こう前かがみになっちゃうようなお仕事なので、はい、こうね、うん、なのでちょっと肩こりとかどうですかみたいな感じで、もう背中痛いですみたいな感じだったので、はいはい、皆さん肩こりとかありますか？皆さんありそうですよね。あるかな、肩こりとか、まあ、首こりとか、わかります、ありますかね。そうそう、で、まあ、肩こりとか首こりの原因、まるちゃんはします？肩こりとか。私も肩よりは首、うん、あ首が痛くなりますか。そう、あとスマホ、うん、そうスマホも超ね、ストレートネックでしたっけ、うん、とかも言われたことあります。そうそうそう、あ本当に首がストレートネックってまっすぐなるわけじゃなくて、うん、首が前に出ちゃうっていうやつなんですけど、ね、そうじゃあ首が痛くなったらどうしようって思います、うん、対処法。対処法はもう、うん、あれですね、マッサージいっちゃいます、うん、マッサージいっちゃいますか。おいいですね。お肩こり首こりで不眠症ですか。あらららら、キャー、ちょっと待って、めっちゃ喋りますね。じゃあなんでそう、皆さん首こり肩こりだと、うん、まあ、整体行ったりだとか、はい、シップ貼ったりとか、そうですね、なんかこうアンメルツ塗ったりとか、なんかそういう風に対処法、対処療法をしちゃう、はい、と思うんですけど、うん、じゃあそのアンメルツ塗って整体に行ってもまたこの姿勢、またね、うん、こう日常不良姿勢をしていると同じそうですね、ループに陥っちゃうんですよね、はい、なので根本改善をしたいなるほど、はい、根本改善をしたいっていうところで、首こり肩こりの原因っていうところは背骨肋骨の硬さです、うん、背骨と肋骨が硬いから首と肩が、痛くなります。首と肩が原因じゃないっていうところがすごい肝になってくるんですよね。で、私たちのこの背中の骨と肋骨なので、この胸のところにあるこう囲ってくれてる骨ですよね。でこの骨たちが、まあ、硬くなるっていうところで、なんで硬くなるかって言ったら、まあ、デスクワークだったり携帯で長時間同じ姿勢でヘンテコリンな姿勢でいるので、肋骨がこうやって丸まってきちゃう。
そうすると肩も必然的に丸まってきちゃって、うん、で首も前に出てきちゃって、この姿勢でいると骨格がへんてこなので痛いよっていうところ、うん、体が痛いよって教えてくれてるってことは、骨格がちょっとずれてるよっていうところになってくるんですよ。そうなので今ね、楽な姿勢、そう楽な姿勢は体に悪いですよね、まさ、そうなんですよね。そうで、皆さんに今日からやっていただきたいのはですね、壁からちょっと一歩離れていた壁と壁に、なんていうんですかね、壁に手をつくみたいな、はい、手をつきます、はいはい、壁に手をつく、で壁と自分の隙間は一歩開けていただいて、はいはい、うん、で上の方に手を伸ばしてつきます、うんうん、で、そこから息を吸って吐きながら腰は丸めたまんま、うん、胸を壁につけます。ぐー、猫ちゃんが背伸びするみたいなイメージ、腰は丸まってんだけど胸をつけるみたいな、なるほど、はい、で目線は手の方を見てください、はい、うん、そうすると、首の下のところ、背骨の上の方、うん、鎖骨の後ろらへんがギューって伸びるような感覚になるんですよね。そう、ここが硬くなっている人は肋骨の硬さ、背骨の硬さっていうところで首こり肩こりの一番の原因になってくるので、そう壁ドンです。壁ドンタイさん面白い、どうしてですか。確かに壁に呼吸しながら、そう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 、やってみよう。そう、ぜひちょっと今お手すきの方はやっていただきたいなっていうふうに思います。はい、こんな感じでね、あと次週からもまた体の仕組みプチ講座っていうところもお届けしていきたいなっていうふうに思いますので、ぜひ聞きながら、体も心も整えてみんなで行きたいなっていうふうに思っております。そう、エマさん、体の歪みは心の歪み、本当ですよ。ちょっと次回心のことも話しますね。では今週の放送はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございます。ありがとうございます。打ち合いたいって何だっけ。打ち当たいってどういうこと。なんだろう、なんて言うんだっけ、図星みたいな。あ、図星。すごい沖縄の方言が分かる。